始まったわけね。はい、始まりましたね。はい、今日は2021年の6月 15? うん、15。はい、夜9時、さっき仕事終わりました。お疲れ様です。よし。いやー、久しぶりに、あれだね。やるね。うん、久しぶりに録音するわ。うん。まあ僕はキャベツに塩コン乗っけて、ごま油かけたやつ食いながらです。食いながらだけど。よく居酒屋のおつまみで出てくるやつね。うん、いやこれめっちゃうまい。いいね。確かになんか、二人で暮らしてた時も作ったな。うん、いやこれよく作ったよね。うん。コスパいいし。一人暮らししてからは全然作ってないや。まあ、キャベツ買っても無駄になるからな。そうね。使わないよね、一人じゃ。あんなでかいの。うん。うん。めっちゃコスパいいけど。めんどくさいしな、切る。うん。いやー、最近は、ま、就活がね。うん。一段落はしてないんですけど。いや、まさかのね。はい、一段落はしてません。結構厳しい状況っていうね。でもメーカー1個取れたって言ってたから、まあいいんじゃないの？まあ、そうね、1個は取れたけど。三つ、あれだよね、もう名前出してみるね。はい、やべ。ん？いや、時報が鳴った今。やばくはない。大丈夫か。え、どこ受かったか出しとく？ああ、まあ、三菱電機ね。はい。おめでとうございます。はい、とりあえずね。あとで合格祝い。まあ、おごってくれ。昔からのルールでね。幸せだったら分け与えるという。いや、そうです。幸せは分け与えない。分け与えないよ、人に。いや、まあ、とりあえずはあれだけど、結構ね、うん。僕ほど、苦しんだのは、周りでいなかったな。まあ、あんまいないでしょうね。まあ、理系で学校推薦っていうのもあるけど、あ、まあ、僕は使ってないけどね。うん。学校推薦に早く決まったっていうのもあるけど、あんまりね、正直、まあ、就活、厳しいな。なんかさ、経歴的には、落ちるわけないって思って、まあ、挑んだからさ。うん。まあ、それも結構ね。だ、もし今の大学3年生か、これから就活とか、就職1年もそうだけど。うん。あんまね、マジで経歴意味ねえわ、って思った。あれはね、良くないですね。就活での学びね。ほんと学んだ。今までがちょっと傲慢すぎたって思って。すごいな。人を成長させてくれるな、就活は。いや、すごいよ。本当に思った。今さ、なんて言うんだろうな。こう、面接進んでいく上でさ。うん。例えばね、こう、よく言うのが部活動とか、留学とか。うん。まあ、文系の会社に就活するんだったら、まあ理系もちょっと有利だよねっていうのが、通説としてあるけどさ。うん。あんまりそれを過信したら良くないわ。何事も過信は良くないと。マジで良くない。なんて言うんだろう。普通に面接進んでいく中で、だって要は一緒のステージ何次選考みたいな。二次選考とか、三次選考とかのステージでさ。うん。なんか、バイト頑張ってきましたと。塾講師のバイト頑張ってきましたっていう人と、まあ、同じ土台に立って、こうやっていくから。うん。まあ、そこでなんか、あれだったね。その子が受かったかどうかは知らんけど。うん。うん。ちょっとね、悔しい感じはあったよね。まあ、だから、自分が言ってる、ね、3時で落ちたなら、自分は2時まで最後に行ったから、その2時の時点では、周りはもっとすごい人であったら欲しかったってやつでしょ？まあまあ、そういうこと。まあ、その人がでも受かったかは知らんけど、
でもそういう人は絶対いっぱいいるし、うん。受かってる人も絶対いるから。そうだね。そう。っていうのはちょっとね、過信しすぎたわ、自分の力を。まあ結局、春はゴールドマンサックスか。うん。もうまあだいぶ、先行進んでラスト5人とかにまで残ったけど、結局落ちて。まあ連絡は来ないんだけどね、落ちた場合。うん。で、そのラスト5人っていうのは、なんだっけ？向こうが教えてくれたんだっけ？面接予約できる日程数がもう5個しかなくて。その、時間帯がね。そうそう。残念だね。そう。結局、惜しいところまで行って終わったっていうね。うん。じゃあ、もう上出来だよ。今回の10月終わりだよ、もうそれで。うん。いや、全然上出来じゃない。結果なかったら、何の意味もね、就活に関して言えば。もう満足だよ。最後5人まで選ばれたら、もう本望。全然本望じゃない。いやー、そう。なんか、もうここ、3月からか、要は。うん。4月本格スタートして、まあ6月今、15だけど、この3ヶ月間ずっと地獄みたいな心境だったな。浮かんねえんだ。そうだね。3月中もさ、書類選考以外にもまあ面接とか受けててさ、結構最終選考で落ちるみたいなさ、マジできつかったな、あれが。最終選考あんま落とさないイメージなんだけどね。まあ、協会によるのかね。わかんないけど。まあ、マイクロソフトも最終選考で落ちたし。ああ、そういえばあったね。他の外資系の IT も最終選考で落ちたし。いろいろ頑張ってたね、そういえば。そうなんだよね。結局、わからん。まあまあ。なんか、就活で落ちると自分が今までやってきたことが否定されるような感覚に落ちるからさ。そうなんかもね。まあ、前も話したけど、そんなことはないな。まあね。でもいざ、やっぱ当事者になるとね、結構精神きつくなるわ。そうかもね。なんだろうね。なんか今もあとさ、結構今の就活のシステムとしてさ、うん、僕結構今海外の大学生とか、まあ、うん、週4回ぐらい会話してんだけど、うん、やっぱ就活システムについて聞くとさ、海外って結構大学の、その要は GPA とか、うん、まあ評価してくれたりするんだけどさ、日本って全くしないじゃん。うん、要は GPA が、まあ、マックス3のところだとして、うん。まあ、GPA が1だろうと、まあ、さすがに3、マックス取ってから評価するだろうけど、2.5 だろうと変わらなくて。大学の成績って一応出すは出すよね。出すは出す。でも出せないところもある。どうか、どうか。そう。で、要は学業でさ、うん。要は僕とかは副専攻科目とか取ってたからさ。うん。主専攻と副専攻でね。うん、まあ、結構学業の面にも行っても、まあそれなりに頑張ってたし、GPA で言うとまああんま良くないけど、うん。早稲田の時は GPA 4中3か。おう。で、東大は3中3。もう全部マックス値取ったけど、うん。まあ、ほぼ意味ない。マジで意味ね、はい。はい、意味ないです。GPA は意味ないっていうことですね。正直ちょっとね、それも納得いかないし。すごいね、知らなかった。GPA3 のマックスだったんだ。そうだよ。大学院でマックス取ってる。おお。そう。さらに要はさ、それ以外の経験としてさ、みんな体育会系でやってきましたみたいな。うん。そこら辺の経験としてもさ、悪くなくてさ、僕としてはね、うん、ビジコンとかも優勝したし。はいはいはい。まあ他にもいろいろやったしね。
ボランティアとか。まあ、要は、あとは留学に近いエピソードもあるから。うん。って思って満を持して挑んで、ことごとく落ちまくって。よく言われるのは、面接で、君の経歴すごいねって言われて、落とされる。すごいと思うんだったら取ってくれ。だから経歴すごすぎていらんパターンだよね。うん。本当に、だから普通の人並みの方が欲しいっていう可能性はあるからね。怖いよね、これね。うん。そう。っていう感じで、まあ、最近は落ち込んでいて、まあでも、今週からはちょっと気分切り替えて、まあいろいろやっていこうかなと。YouTube をそれでね、ようやく、社会人にはなりませんって言ってあげればいいやん。バケモンやん。でも正直1年留年するかも結構迷ったよ。ああ。大学がさ、研究室の教授が、ドイツのアーヘン工科大学ってとこに、一年留学行くとか、うん。いう話もあったから。教授が優しすぎるよな。うん。ほんと羨ましいよ。迷うよね、そりゃ一年行ければ。でもコロナの状況もあるし、行けるかわかんないし。ね、行けるんだったらもうほんとに、一年行ってきてくるっていうのはかなりいいと思うからね。うん。前も、ん?この前、トブロッキー国行ったのいつだっけ?おととい?うん。おととい。おとといか。もう話したけど。いや、ほんと若い時のそういう経験大事だから。まあね。要は一年、だからね。たったの。うん。まあ、ちょっとね、そこは迷う部分でもあるんだが。っていうね。まあ、多分僕と同じような苦しみを持ってる人は、まあ、何人かはいるんだろうなと思いながら。まあ、いなかったら厳しいな。何人かはいるだろうな。てか、ま、あれだよね。全然もっともっと苦しんでる人いるだろうから。うん。仮にも三菱電機取り扱ったんでしょ。そうそう。まあ、取るまでは苦しかったです。うん。マジで苦しかった。で、それも最近だからね。やっぱりね。まあ、歪むよね、途中苦しい時って考えも。なんで、要はさ、OB 訪問とかもしてもさ、うん。まあ、全然自分の方が、経歴的にはね、うん。いろいろやってきたし、もう、うん、要は一緒の理系で、研究やってきたって言ってる人とかも、うん。対して他のね、研究以外何にもやってこなかったと。で、うん、研究が化け物ほど能力あるんだったら、それを認めるざるを得ないけど、うん、まあ、それを、なんていうの、その研究分野を使ってない仕事についてるとか、別にそんな成果があったわけじゃないとか、そういう人もいっぱいいる中で、僕は研究もやってるし、さらにそれも、まあ、企業とのね、一緒に研究やってて、他にもいろいろやってきたのに認めらんない。なんでやねんってずっと思ってたけど、本当に相性とかなね、相性と運と、うん、あんまりその一緒に働く人としてそんな怖いイメージ持った人は通らないんだなと思った。まあそうでしょうね。うん、必ずしも能力高い人というか、経歴いい人を取りたいわけじゃないからね。そうなんだよね。ま、就活はちょっとね、苦しかったけど。え、でもまだ残ってる人だって、どこ受けんだっけ?あと、リクルートと、IBM、日本オラクル、まあそういうところかな。なるほどね。まあ受けてみて、うん、っていう感じだけど。うん。
まあでもこんな会話をしてる時点でもう幸せだからね。だってもう、そういう企業って結構名の知れてるとこが出てくるじゃん。ああ、確かにね。うん。もうその時点で、恵まれてるんだよ。まいんの？まあなんかでも、ベンチャーとかでも結構さ、逆に敬遠されてる。この前受けたけど。受けた？あの、ベンチャーってほどのベンチャーじゃないの。日本商業開発っていうさ。もう受けた？受けたよ。落ちた？落ちた。すごいな。社長に言われた。社長面接なんだけど。え、待って。この前ってだって、おととい、トドルキ計画いた時はまだ受けてなかったよね。うん。ん？受けてなー。いいね。昨日？昨日。タイムリーすぎん。さ、昨日受けて、うん。あの、社長面接だったんだけど、うん。まあ、いや、なんていうん？僕、君本当はどこ行きたかったの？みたいな。就職活動どうなの？って聞かれて、うん。本当は、その JAXA とか行きたかったんですよね？って言って、うん。で、そういう話をしてたら、うん。君みたいな、なんていうん？理系の分野においてね、うん。優秀な学生はちょっとうちとは違うな、って言われた。よく言うんだけど、なんかもう、うちなんかよりも、うん、そういう、なんていうん、うん。他の企業とかで一回、経験積んで、それでも違うと思ったら、うちにぜひ来てください、みたいな。何やねん、それ。まあでも、あれだよね、そう言うとさ、印象を悪くせずに、断ることができるよ。落とすことができるよ。まあそうね。うん。まあ、そうすれば何かの機会で、まあ来てもらってもって感じなんじゃない？うん。そう。結構そういうことが言われた。いいじゃん。笑いながら、それうちじゃないねーって言われるよりマシや。いや、ほんと僕の同期が面接行った時にグループディスカッションで他の人が言われてたっていう話だから。面白すぎるでしょ。それは確かに。メンタルクソえぐられるよ、本当にそれは。まあ、えぐいだろうね。やりたいこと聞かれて、それうちじゃないねって笑いながら。もう無理でしょ。もう要はさ、思ったんだけど、やっぱりなんていうの、今の日本のさ、このリクルーティングシステムさ、うん、要はウェブテストとかもあるじゃん。うん。それってさ、なんて言うんだろう。まあ、こう、めっちゃ傲慢だけどさ、うん。要は、東工大とかさ、うん。東大とか、まあ、早稲田とか、そういうところ行ってたら免除でよくないってちょっと思っちゃってたんだよね。免除？うん。いやー、それはないな。でもちょっと思わない？だって、あれって基礎的な能力を聞いてくるじゃん。中学生でもできるようなやつをさ。それを時間内にできるかってやつだけどさ。うん。そんなん別にもう、あんま意味なくない？思わない。あのウェブテスト。何を測ってんの？まあ確かに。ねえ、だって、今までの勉強でそれよりも難しいものをやってきたんだから。まあだからあれは基礎も基礎みたいんだよね、やっぱ。でも意味わかんなくない？もうその能力測る意味ないじゃん。正直。それ見てどうすんのっていう。まあ、万物の基礎は基礎の基礎だな。いやもう本当あれはよくわかんないけど。まあでも、まあでもそうだよな。にしてはちょっと難しいよな。基礎の基礎にしては。うん。まあ時間ないし、ね。ああ。なんかな、仕事で要求される能力って、なんだろう。でも、情報処理力はね、必要かもしんないね。時間のない中で。ああ。パッパパッパ、適切な情報の取捨選択。うん。そういうの見てんのかな。あれで見れんの？わからん。
今なんか赤い玉三つと白い玉三つで、赤と白一つずつ取り出される確率はみたいなさ。なんなんその、中学の時にやった問題を問うてくるやつ。思いながら。そうすな。例えばさ、会社で使うさ、その、データを見て、そっからこう、解いてきなさいみたいなさ。うん。まあそういう問題もあるけど、SPI じゃなくてね、他の、ウェブテストで。うん。まだそっちの方が納得いくけど、SPI に限ってはマジで意味がわかんない。なるほど。ま、切り替えますけどね。切り替えて今は、まさに、うん、ロボットとか作って、研究もやんないとなっていう感じだよね。いいじゃん、打ち込めるものがあって。うん、まあ頑張るわ。っていう感じですかね。他に。今日とかめっちゃ天気良かった。ああ、今日ね、洗濯干したわ。在宅だったから昼間走り行ったわ。いいね。梅雨、梅雨入っちゃったからね。え、もう入ったの完全に？昨日入ったんでしょ。昨日入ったのか。確か。やだね、梅雨は。あ、そんな感じですかね、今日は。なるほど。長々と話したね。ほい。じゃあ、そんなとこかね。ほい。じゃあ、今日の YouTube のタイトルはもうあれだよ。社会人になりませんだからね。なに？なるわ。目指せ、いいとでもいい。うん。よくないけども。ま、そんなところでじゃあ。おーい。おーい。バイバイ。おい、どうでいい。